どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は実装されたウンリに関してなんですけど、実装されてずっと使ってみたいなと思ってた編成がありましたので、そちらを紹介したいと思います。今回紹介するのはウンリとクラーラを使ったカウンターコンビとなります。まあ多分ね、ウンリを引いた人ならやってるんじゃないかなっていう編成です。で、こちらの編成なんですけど、まあ、遊びで使ってみて、まあ、ネタっぽいかなという感じはあると思いますが、意外とね、高難易度コンテンツでもクリアとかが可能でしたので、意外と強かった編成かなっていうところです。グラニアに関してなんですが、12後半なら5ラウンドでクリア。虚構女児に関してはまさかの4万点クリアということでしたからね。しかも、今回のウンリに関しては無突無持ちなので、クラーラとの相性の良さっていうのがよりわかるんじゃないかと思います。それではこの編成についてどんな感じで活用していくといいのか、編成は何がいいのかっていうところを紹介していきたいと思います。まずは編成について話していきたいと思います。編成はホホ、ウンリ、クラーラ、ロビンとなります。ロビンの部分を花火で試してみたりとかしたんですが、意外とロビンの方が相性が良かったように感じますね。グラニワや虚構女児などを比べた時にロビンの方が最短でクリアできましたね。で、こちらの役割について話をしていきたいと思います。役割としては、ポポで EP 回復と耐久値をアップします。ロビンについては、攻撃力アップと行動順アップで、攻撃面に関する調整をするというところですね。この二人のバフがどれくらい常に漏れるかによって、火力に差が出るところですので、気をつけたいところとなります。では、本題の二人ですね。ウンリとクラーラについてですが、この二人はかなり相性がいい性能同士となってます。まあ、お互いにタゲ取りとカウンターの発動の条件が噛み合うっていうのがいいからですね。ではまずウンリからですが、必殺技で自身にターゲットを集めることが可能です。全員のタゲを向けれるため、カウンターのチャンスが一気にできます。仮にカウンターに失敗したとしても、必殺技による強化攻撃を発動しますので、安定したダメージっていうのが出しやすいんですよね。しかも、ポポのおかげで EP 回復の効率がいいので、必殺技の回転率も非常に高くなっています。続いて、クラーラですが、必殺技の発動さえしてしまえば、味方が攻撃を受けてもカウンターが可能というところです。これにより、ウンリがカウンターできない攻撃でも、クラーラが反撃の機会を作ってくれます。しかも、配置を2番目と3番目にクラーラとウンリを設置すれば、互いにタゲを取ることが可能となります。敵の拡散攻撃が来れば、2人でカウンターを打ち込めるという状況が作れるんですよね。これにより、カウンターを重ねて発動することができますので、敵の一度の攻撃でより多くの反撃ができるようになります。これが非常に相性が良く、噛み合った攻撃となります。敵が単体攻撃っていうところももちろんあるんですが、このあたりはクラーラの必殺技だったりとか、ウンリの必殺技の状況によって大きく変わるかなっていうところになります。それではこちらの編成についてどういった戦闘の場面で使えるのかっていうところも話していきたいと思います。まずは忘却の庭ですね。こちらはもちろん使い勝手がいいかなと思います。花火に変えたりとかロビンでやったりしましたが、全然問題なくクリアできました。あとは追加攻撃ギミックが来てる時の虚構女児ですね。今の虚構女児のギミックとかも相性が良くなっています。また、その他のコンテンツに関しては、ウンリの秘技を使えば、初動でカンパ滅の発動もできますので、意外と立ち上がりも強い編成となっています。ウンリの秘技に関しては、カウンター型で弱かった部分の初動の立ち上がりを良くしてくれるで、ほんと強いなと思いますね。また、一通りこの編成で、疑似科学など色々試してみましたが、意外と普段使いもしてて問題ないくらい強かったので、いい編成かなと思います。どこでも使えるってとこですが、より追加攻撃ギミックであったりとか、物理弱点が多いところで使うと強いかなと思います。それでは、この編成について、いいところばかり話してきましたが、注意点についても話していきたいと思います。こちらの編成、結構注意点が多いです。まず一つ目、配置は必ず中央に置くこと。ウンリとクラーラに関してなんですが、カウンターを効率よく行うために、必ず真ん中に二人を置くように配置してください。しかも、横並びですね。で、これにしないとお互いに拡散攻撃を受けた時にカウンターを発動しないってことが起きるからです。カウンターを1回でも多く発動しようとした時には2人を横並びにしてなるべく一緒にダメージを受ける必要がありますので必ず横並びにするようにしましょう。続いて2つ目、会心率が高いのが大事です。この編成においてはいかに会心を出せるかっていうのが重要です。そもそも自分から攻めるよりも敵に依存するっていうところがあるからですね。従来のアタッカーと攻撃の仕方が違います。なので、会心率が高くないと、そもそもカウンターのダメージが平均的に下がってしまいます。今回のウンリとクラーラについては、どちらとも会心率が 80% 近くあります。
それぐらいないとダメージは出なかったってなりますね。続いて3つ目、耐久面が意外と低いっていうところです。この編成に関してですが、ポホがいない場合はかなり耐久面が厳しくなります。てかポホがいるから結構持ってるなっていうところがありますね。敵の攻撃を受ける前提の編成となりますので、ポホのような継続回復が大事になります。リンクスとかでも全然いいんですが、多分回復が間に合わないってところになりますね。しかもウンギとクラーラに関してはそれぞれ防御力面もかなり低くなりがちな育成となりますので、耐久面はかなり注意が必要というところになります。なんかやられるなっていう時は耐久面の見直しをしてみましょう。注意点に関しては以上となります。今回のダブルカウンター編成に関してはいかがでしたでしょうか。ウンギを引いてクラーラを持っている人は一度は試したんじゃないかなと思います。今回のウンギに関しては無凸も持ちでこれだけの火力が出せてますし、何よりエンドコンテンツクリアができるのは面白いんですよね。例えばウンギにジェードを入れて追加攻撃特化の編成とかもやってみたんですけど、そちらだとオート4万いけなかったんですよね。なんですが今回に関してはそれが突破できてます。まあ、それだけカウンターの頻度が多かったってことが言えるかなと思いますね。またカウンター持ち同士を合わせることによってカウンターの手数の少なさをカバーするのが面白いなというところです。これで成り立つところがあったので、まあ、火力も出たっていうところなんじゃないかなと思います。まあ、運気を引いた方はね、遊びと思って一度試してもらえればと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。